あなたはリタの過去を知っていますか？学生時代のニュートの親友、そしてニュートの兄のテセウスの婚約者であるリタ・レストレンジ。レストレンジ家に生まれたことで、彼女は想像を絶する困難を経験してきました。そんなリタの人生は、ファン旅の物語を語る上で必要不可欠です。今日は彼女の生涯にフォーカスを当てていきます。1896年、父のコーバス・レストレンジ4世と母のロレナ・カーマの間にリタは生まれました。母であるロレナはかつてセネガルに祖先を持つ由緒正しき純血の魔法族家系のムスタファとかつて結婚しており、息子もいる幸せな家庭で暮らしていました。しかし知人であったコーバスがロレナに惚れ込んでしまい、服従の呪文を使用してロレナをレストレンジ家へ連れ去ったのでした。そして彼らの間に誕生したのがリタだったのです。ロレナはリタが誕生してほどなくして亡くなってしまいました。リタには異母弟がいます。それが父親と同じ名を持つコーバス・レストレンジ5世です。父親はロレナが亡くなってすぐクラリスト・レンブレーという女性と結婚しており、クラリスとの間に生まれたのが彼でした。父のコーバス4世はロレナを奪ったものの、リタには一切の愛情がありませんでした。さらに交際であるクラリスも同様に愛していなかったのです。彼が唯一愛情を向けたのが息子であるコーバス5世でした。リタは父親からも愛情を注がれなかっただけでなく、さらに幼い頃に母を亡くし、自身の出生のいきさつも相まってとても辛い幼少期を過ごしたようです。一方、母を奪われ家庭を壊されたカーマ家はレストレンジ家へ復讐をするため、コーバス4世が世界で誰よりも愛する者を殺して復讐するという破れぬ誓いを父のムスタファ・カーマと息子のユスフが結びました。その対象となったのはロレナの娘であるリタではなく、コーバス5世でした。カーマ家が破れぬ誓いを結んだことを知ったコーバス4世は、息子を安全な場所に避難させるため、リタと共に半妖精のアーマドゥガードを使ってアメリカへ送ります。移動中の船の中で弟の世話をしていたリタでしたが、あまりにも泣き止まない弟に対しうんざりしてしまい、近くにいた他の赤子とコーバス5世を取り替えてしまいました。そこで悲劇が起こります。そしてほどなくしてリタたちが乗っていた船が不幸なことに沈没してしまいました。リタたちは救命ボートに乗せられ、なんとか難を逃れました。しかし赤子は取り替えたまま別のボートに乗ったままです。しかしそれだけでは終わりません。コーバス5世が乗っていたボートが転覆してしまったのです。リタと一緒にいるのは弟ではなく全く別人の赤子のため、コーバス5世は溺死したとリタは思いました。そしてその後無事にアメリカに着いたリタは、ニューヨークでメアリー・ルーベアボーンに弟ではない他人の赤子を引き渡したのでした。ちなみにレストレンジと聞くとベラトリックス・レストレンジを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、ベラトリックスはブラック家の3姉妹の一人でレストレンジ家に嫁いだ魔女です。そのためレストレンジ家が霊国で非道な家系であるわけではなく、さらにベラトリックスとも親戚関係には当たるものの、そこまで近い血筋でもありません。魔法学校に通う年齢になるとリタはホグワーツに入学し、スリザリン寮に組み分けされます。望まれない出生の子供であるという噂や異母弟の悲劇の死にまつわる話が出回り、ホグワーツではひどいいじめを受けていたようです。ある時、リタはいじめっ子たちへ仕返しをするため、とある生徒へオス講師という呪文を使います。これは相手の口を消すことで黙らせ、喋れなくすることができる呪文です。若き日のマクゴナガル先生や周りの生徒たちに後を追われ逃げ回り、たどり着いた隠れ場所で、とある人物と出会います。その生徒こそがニュート・スキャマンダーでした。ハッフルパフ製だったニュートは、人間付き合いよりも魔法生物と関わっている方が楽だという変わり者で、周りから浮いた存在でもありました。そんなはみ出し者の2人はだんだんと親しい関係を築いていきました。
当時はダンブルドアが闇の魔術に対する防衛術の教授を務めていた頃で、リタヤ・ニュートもマネ妖怪を消す授業を受けていました。マネ妖怪とは、その人が一番怖いとされるものに姿を変える形態模写妖怪のことです。ニュートはオフィスで働くことを最も嫌なことだと考えていたため、マネ妖怪はオフィスにあるようなデスクの形に変身しました。一方、リタのマネ妖怪は海底に沈んでいく布に包まれた赤ん坊の姿をしていました。リタにとって、かつて赤子を取り替え弟が海に沈んでいく姿は相当トラウマになっていたようですね。高学年になったある時、魔法動物のジャービーを使った実験をリタが行い大失敗してしまうという事件が起こりました。ジャービーとは大きなイタチのような見た目の魔法動物で、人間の言葉を話すことができますが、会話はできず、汚くて短い言葉を延々と同じ調子で話し続けるような動物なのだとか。ジャービーを所持すること自体を禁じられている法律があるにもかかわらず、リタは法律違反を起こし、さらに実験が失敗したことで他の生徒を危険にさらしてしまったのです。一連の事件は大ごとになり、リタは退学処分を受けるところでした。しかし、親友が退学になるのを見ていられなかったニュートが、すべての罪をかぶり、自分が退学処分を受けることにしたのです。それだけニュートにとってのリタは大切な存在であり、愛していたのだと感じますね。ホグワーツを卒業したリタは、魔法省に勤めていました。魔法法執行部長のトーキル・トラバースの下でアシスタントとして働き、この時にはすでに同じく魔法省に勤めるニュートの兄テセウスと婚約していました。学生時代親友として一緒に過ごしていたニュートは、離れ離れになってもリタを思い、彼のトランクの中の部屋にはリタの写真をずっと飾っていたことから、少なからずニュートはリタに対して恋心を抱いていたと推測できますが、リタの気持ちは一体どうだったのでしょうか。ニュートは兄と婚約したリタに対して複雑な気持ちを抱いていたようですが、一方のリタがニュートに対して向ける雰囲気は、まるで学生時代を思い出させるような穏やかな雰囲気でした。婚約者のテセウスとも良好な関係を築いていて、家族思いなテセウスが今は心の支えになっているようです。過去の経験もあって、魔法族の貴族の前では表情が硬くなってしまうリタも、スキャマンダー兄弟の前ではとても柔らかい素の笑顔が出せるようです。この頃はグリンデルバルドがアメリカで騒動を起こし、次第に信奉者を増やしながらパリに潜伏している時期でした。リタはテセウスや闇払いたちと共にフランスへ向かい、フランス魔法省でレストレンジ家に関わる資料を探していたところ、同じものを探すニュートとティナに会います。不正をしながら侵入したニュートたちを追ってきたマタゴから逃れるために、ニュートたちと3人でレストレンジ家の霊廟へ向かいます。霊廟にはリタやニュートのほか、ユスフ・カーマやクリーデンス・ベアボーン、ナギニたちもいました。ユスフは父親との破れぬ誓いを果たすべく、正体はコーバス5世であると疑っていたクリーデンスを殺害しようとしていました。そこでリタは自分が過去に犯した罪について告白します。レストレンジ家の家系図を見せ、赤子の取り替えをしたことでコーバス5世を死なせてしまい、クリーデンスは全く関係のない人物であるということを明らかにしたのです。問題が解決したかと思ったのもつかの間、部屋に続く扉が開き、中ではグリンデルバルドの集会が今にも始まるところでした。リタやニュートと共にテセウスや闇払いも潜伏しており、そのうちの一人がグリンデルバルドの信者の魔女を殺害してしまいます。それに怒ったグリンデルバルドは、信者と敵を分けるために悪霊の守りという青い炎の円を自分の周りに広げ、その炎でニュートたちを攻撃し始めます。炎をかわすので精一杯のニュートやテセウスでしたが、リタ自身が盾となりグリンデルバルドを攻撃し、彼らが逃げ出すための時間稼ぎをし始めました。そして最後にニュートとテセウス2人に向かってリタが告げた言葉は、愛してるという一言。その言葉を残し、炎に焼かれたリタは命を落としてしまうのでした。
クイニーの会心術によると、利他は与える人ではなく奪う人だそうで、それが何を意味しているのか、そして最後の言葉は果たしてどちらに告げたメッセージなのか、これからの作品で明らかになっていくのでしょうか。いかがでしたでしょうか。過去2作品で利他の存在や秘密は明らかになったものの、まだまだ謎が残っているのも事実です。今後の作品でどのように明らかになっていくのか気になりますね。この動画が良いなと思ったら、高評価やコメントで応援いただけると大変嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。